第13回スパーキングサマーカップを制しましたブリーチファイブの荒山克典調教師にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。見事重賞3勝目2連覇達成となりました。今の率直なお気持ちからお願いします。そうですね、本当ちょっと今日はあのね、同系の有力馬もいたし、うん、展開がどうなるのかなっていうのはね、あったんですけど、ちょっとスタートもね、ちょっと出負け気味だったんで、ああいけないって思ったら、まあ、二の足がね早くてとりあえずは行ったんですけど、ね、ちょっと点に足使っちゃってる分、レガレスもね来てたんで、ちょっとどうかなって思いながらレースを見て、3コーナーぐらいで手応えもレガレスの方がいいし、怪しいからあれっていう感じでは見てたんですけどね。でもやっぱり本当に最後の、ね、直線向いてからも行き切っちゃえば抜かせないっていう勝負根性、ね、女の子なのにそういう強い勝負根性を見せてくれて、もう 100m ぐらい手前ではあ大丈夫かなっては思いましたよね。はい、前走からスパーキングレディーカップ同じ舞台になりましたけど、はい、中間の気配はどうだったんでしょうか。そうですね、まあ、前走もね交流受賞で、ちょっと厳しい展開でね、ホワイトフーガーにはちょっと、屈辱を喫したんですけども、まあオーナーとの相談もありながら、まあ、また同じ舞台で次も行こうよということで、まあ、こっちに、ちょっといくつか選択肢はあったんですけども、スパーキングサマーのじゃあ連覇をかけて、行こうという話になったんですけども、僕自身があんまり連覇とかね、そういうのあんまり強い方じゃないんで、まあ、自信なかったんですけどね、チップがやってくれました。今日の状態というのはどう見えました？状態自身は、まあ、いい意味で平行線というか、前走並みの状態ではずっと維持できてる感じで、中間の調整も、まあ、こっちの思う通りにできたし、この暑い、ね、夏の暑さにもそんな答えることなく、うん、いい意味での平行線では来たんじゃないかなと思ってました。改めてこのブルーチッパーの勝負根性、はい、粘り強さというのはどう評価されますか？そうですね、だからもうなんかここまでね点にちょっと無理していかなくても、もうちょっと被らない位置にいれば 2,3 番手でも競馬できんじゃないかなっていう、ね、こっちの思惑もあるんですけども、やっぱり前中央時代に乗った三福君とかに聞いても全然折り合いもつくし大丈夫なんだけど、やっぱり全然もう4コーナー向いて反応しなくなると、でももう強引にでもやっぱり行き切っちゃうと結構しぶといんだけどという話だったので、まあ、こっち来てももうそういう競馬で、やっぱりね、ちょ途中2回岩田君が乗った時もあったんですけどね、やっぱり、うん、2番手だとちょっとっていう感じだったんで、うん、もうタイトももう今日は何が何でももう行っていいんですよねっていう話だったんで、もう行かないとダメだから、うん、もうバテでも行くしかないよっていう話はしたんですけど、でもこれで秋の目標に向けてまた、弾みがつく勝利になったと思いますね。そうですね、だから勝負根性がね本当こんだけあるんで、まあ、次は多分後位のレディスプレリュードになると思うんですけど、ちょっと1008はちょっと長いかもしれないっていうこともあってずっとマイル路線にしてきたんですけど、まあそこはねちょっと次回は1008をまた改めて使ってみようかなというふうには思ってます。では最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、まあ今日も本当に強いチッパーを、見せられてホッとしてます。まだね馬も若いですし、またこれから交流重賞も控えてますので、そこでねまたチッパーの逃げ切り劇を、皆様にねまたお見せできたらと思っております。本当に体調管理には、十分気をつけて、この夏をうまく乗り切れるようにしていい状態でまた次走、皆さんの前で強いチッパーがお見せできるように、急所サイドもしっかりケアをして頑張っていきたいと思いますので、見守って、当日はまた応援現地で応援しに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。ありがとうございます。